ってなる感じ。自分の髪の毛の長さやのになんでその歌っこれちょっとさ、これどうしたのこの髪の毛みたいな。だから俺の長さじゃないからそのそうなのに疑うなよみたいな、ね、そうそう、分かる分かる、ありますあります、それこれリアルだな。でもこれやだな、私がこんなに怒っているのに横で体をポリポリかいている彼、だからちゃんとシャワーしなさいと言っても水だけ浴びて終わり、なのにそんな汚い彼が持っていることが不思議なものが、それは何てかさ、こんな彼と付き合えないから、これでしょ、この洗うスポンジでしょ、あ、これ、このタイプね、汚ねえし、このタイプ洗った気しなくね、丸いやつね、私もうこういうのだよ、こういうの、あ、そのね、ちゃんとね、そう、ちゃんとやるやつ、泡立てネットがありますね。泡立てネットがあるのおかしいですね。しかも色からして他の女性がシャワーを浴びた可能性があります。はあ、いやもうこんなところでお風呂入れない。速攻帰る家に。浮気相手は私がここに来る直前まで彼の家にいたとしか思えない証拠がある。さてその証拠は何？スリッパ。スリッパ？違いそうだな。え、これなんだろう、これ歯磨きか。え、なんだろう。え、これ、あ、開かないか。いやでもこれトイレットペーパーのこのあーえ、でも急いで帰ったんでしょ、あ、家にいたとしてっぽいな、ぽい、これっぽいトライアングルじゃないと思う、俺はすげえな。ちなみにこの三角の意味ってあれですよ、掃除終わりましたよって意味だからねそう、みんな、じゃあ古くはなんかその消防士がなんかそのこう研究のなんかその使いやすくするためにって俺聞いたことあるけど違う。これはもう掃除清掃が終わりましたよ、だからお気にもう好きに使ってくださいねって意味で私はバイト先で覚えた。なるほどね。だからこれやってる人はみんなただ掃除しに掃除してんだこの前の人はって思ってる。私はいつも。ちょっとこれやられてても喜ぶ人と喜ばない人いるって知ってる？え、そうなの？でその触った、あ、人が触らないと折れないじゃん。確かに人の手がかわ。それが嫌だっていう。そうそう。だったら自分のトイレットペーパー持ってなさいよ、あんたそんなんじゃ生きていけないわよ。お、初めての彼の家、緊張のあまりトイレに駆け込んだ。トイレに入った瞬間、一人暮らしの男のトイレとは思えない香りが。その香りの正体え、バラ、花、花じゃない、でも奥でしょ、ここは、まあ、この部屋いろいろとやばいけどな、この確かに確かに、いろんなもんついてんないろいろとやばい、あれこれとりあえずあれですよ、いいんだ、花ですよ、お花が飾ってあります。普通の一人暮らしの男子、あ、消臭剤が多いとされているというその統計から超えられたなわけですね。でも置く人は置くでしょう、はい、代わりに誘われながらトイレに入った瞬間、私はふと彼がオカマではないかと疑ってしまった。私が見たものはつけまとかかな、まあ、つけまは怪しいわな。いや、つけまでしょ。ああ、よかった、便器につけまつげがついています。いやでも彼は普段からそういうのは嫌いだと思っていたので、このつけまつげは彼のものではないと思われます。てかとすると、どうしてつけまつげトイレで、なんでだろう。彼の家の他に他の女性が来ていたことは確か確実だ。しかもその女性はあの日だったと思われ、それがわかるんだと。やめろや、このテープでしょ、テープ。え、そうなの、わからん、やっぱそうだ、女子特有のあれだもん、これは。あ、あの女子得意のもんね。そうそうそう、床に青いテープ、これはナッキーのテープですこれは、ね、知らねえ、これはね、知らねえ、女子はね、あの知ってるはずだから、これでも皆さん、男子の皆さんはあの勉強になりましたね。ボックスにとっととしまってくるなんでだこれ、はい、彼はその女性とただならぬ関係であると思われる。そうなる、この家にいたか、もしくは同棲している可能性もある。どこで分かった、なんで、ただならぬ関係、何、どういうこと、え、この鏡についてんのって何なの、歯ブラシでしょ、なんでトイレに歯ブラシ置いてんの。いや俺もそれは思うんだけど、カミソリも置いたんじゃん、トイレで何をするつもりなの。いやいや、そうそうそう、いやでもまあ洗面所がここにしかないっていう可能性はあるじゃん。ああ、え、全然わかんない。じゃあもう一回問題を、ただならぬ関係、この家に長くいたか、長くこの家にいたか、もしくは同棲している可能性もね。やっぱ歯ブラシなのかな。かな、しかない。あ、違うわ。え、違うわ。え？え、むずくねこれ。全然わからん。例
ただならぬ関係。なんかが逆にないのかな、ま、ちょっとカミソリとか、うん、違う。不正解じゃん。ほら、長く同棲してる可能性もあるっていうね。このボックスがあるからってこと。そういうこと？意味がわからん。サニタリーボックスが置いてあります。サニタリーボックスは主に女性の生理用品を捨てるために置いてあるものなので、これが置いてある場合はこの家に住んでいるか。へえ。あまりにもナチュラルに置いてあるからわかんなかった。ちょっと全然普通に置いてあったから。付き合って2週間が経ち、初めて彼の家に作りに行った私。彼は今日の私の料理が楽しみで昨日から何も食べてないと言っている。彼の話は本当？汚ねえな、このコンロも、コンロとやキッチンもよ。なんかいっぱい詰まりすぎだろ、これ。これ？それじゃないですか？汚ねえ。生ゴミがあります。汚ねえな、本当に。彼に好きな料理を聞くと、和食が好き、香辛料は全般的に苦手かも。君が作ってくれるものだったら何でも食べられる気がするんだけどね、と甘えてきた。でも彼の発言からしておかしいものが、それはない。気持ち悪いな。香辛料が苦手って言ってんのに、このバジルがあるから。そう、アジル、バジルがあるから。でもバジルはいいと思うけどな。うん、まあバジルもね、香辛料ってことね。いや、彼には料理ができる女性が他にいるに違いない。その根拠はどうですか。これ、私もこのなんだっけ、これ、これなんていうの、これ、ミントじゃなくて、ミトン。ミトン。え、違うの？あれ？緑か。もう消せるか。あ、消せるか。あれ、間違えた。あ、右上だよ、右。リトラ、え？料理ができるってこと？キッチンタイマーとかもあるけどね。どう？キッチンタイマーどう？キッチンタイマーあるでしょ、みんな自分の家に。男子。ないの？いや、私なんか結構あるもんだと思ってやってみますか。うん、あー、ないんだ。持っているとおかしいので、これがあると。まあそんなに使うもんでもないけど、ね、まあ確かに。やっぱり彼は他の女性と浮気していると確信した。でも実は私が浮気した相手かもしれない。ん？私が浮気相手かもしれない。そう思ってしまった理由は、は、なるほどね。ハートの本命じゃないってことね。ハートのコップでしょ。これこのペアマグみたいな、うん。そう、もうあるのおかしいでしょ。お、ほら。ペアマグカップが置いてあります。私がこの家に来たのは初めてなので、私とのカップではないとすれば、これは逆に私が浮気相手なのかもしれない。てか、もし付き合そのまでに過去の女の人、まあ、過去の彼とかでもいいけど、もう取っときます。ペアものあったら。私、使いづらいわ。使いづらいとしても彼氏ができるまでは全然使っちゃうタイプだと思う。あ、そうなの。うん、あの、もったいないなって。ああ。物には罪はないからとか思っちゃうタイプなんで。よし。アバゾンさん、今日も面白いアプリでしたね。皆さん、浮気は良くないと思うんですよね。良くない良くない。これやっぱあの結構リアルな部分もあったから。ありましたね。さ、でもなんかキッチンタイマーとかはあるもんだと思ってた。いや、俺もやっぱな、そのなんだろうね、まあ積極的に使うことはないけどさ、やっぱ入れてカップ麺とかだったら別に普通の時計見りゃいいわけじゃん。まあ確かに、うん、だからあれじゃないのかな、パスタとか作る時にみんなピッとかやんないのか。あ、まあ楽だよね。なんかその方がみんな、まあ、3分とかだったらその時計でいいけどさ、そのね、もうちょい長いやつとか、ちょっと10分中途半端ないかないぐらいかなとかだと、うん、そうかそうか、はい、ということで、ね、はい、いやー、ありがとうございます、はい、このアプリはですね、Android はないので皆さんお気をつけください。そして無料です。はい、ファミツアップの YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。はい、チャンネル、あの、パソコンで見てる方は右下の登録ボタンから、はい、スマホで見ている方は下の概要欄からお願いします。あともう一つ、ファミツアップのニコ生部、はい、今頑張ってるのでぜひ皆さん応援してください。よろしくお願いします。ということで、はい、バボゾンさん約1週間ぐらいかな、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また明日から別の人たちが出ます、はい、それでは皆さん、今日もいってらっしゃい、頑張ってね。いってらっしゃい、お気をつけて。